どうも大阪高槻やってまいりました。大阪の高槻といえばもうこちらのレストランに決まりですよ。熱帯食堂さんです。今日は月刊ワイワイタイランドカニカレー特集の撮影でやってまいりました。お昼ちょっと過ぎて今2時15分ぐらいなんですけれども、早速キッチンの方に入ってみたいと思います。サワディーカー。もう身長145センチぐらいの小さな体のお母さんが作ってます。もうここはねタイ人のスタッフさんもたくさんいるんですけれども結構みんなね優しい感じの。何が入るの？カキ。あ、カキね。ココナッツミルクが入りました。そして牛乳が入るんだね。色が綺麗ですよ。赤ピーマン、緑ピーマン、玉ねぎ、そしてこれはカレー、ウコン、ターメリック結構入りました。だからこのカニカレーは結構ね健康にいいですよね。これ難しいですよ、トロトロに作るのが。これは何？あチリオイルね。そう。あ、で裏からはこれが出てきて、もうみんなで作ってますからね。これは何？これは何？今のは。ソース。ソース。シーユダン。シーユダンじゃない。シーユダンじゃない。ナンマンホイ。シーユカオ。シーユカオ。これは何？あ、カノー。カノーだ。クノールですよ。日本語ではね。うわ、こっちで今始まった。なんだなんだなんだ。多分カニですよね。卵が入りました。卵はね、1個、2個、だんだんとトロトロしてきましたね。これ見ると、はい、あれも、ね、あれにとセロリ、はい、あ、ここまで来ると、ここまで来るとあれですよ、カニがね出ました。カニね、あー美味しそうだよ。カニが入りました。できました。うわー、すごいいい香り。おー、いいね。作ってくれて目の前で盛り付けをしてっていう贅沢なねシチュエーションです。熱帯食堂のエースですね。
はい、できた。さあ準備 OK です。熱帯食堂さんのプーニムパッポンカリーソフトシェルクラブのカレー粉炒めやってまいりました。熱帯食堂さんのメニューブックなんですけども、もうね電話帳並みに分厚いんですよ。不動の人気メニュー10品とか、スタッフおすすめ10品とか、初めてこちらに来た人でも、あ、これを食べればいいんだな、これがこのお店の推しなんだなっていうのがよく分かるようになってます。食べ方なんですけれども、このね、まずはこのカニのねところをガブッといってみたいと思います。いただきます。うん、すごい、もうね、うわー、カニがね、サクサクとね、いい感じに揚がってますよ。そこに卵とカレーが、うわー、煙吹いてますから今ね。うん、熱帯食堂さんは熱帯農園っていうのがこの高槻の山の中にあって、そこで取ったもう無農薬の野菜を使ってこれ全部やってらっしゃるんですよ、うん、このスプーンを使って食べるっていう人もいらっしゃるんで、ちょっとスプーンでいってみましょうか。うわ、これ野菜がねすごいたっぷり入ってるんですよ。一口だと口に入んないぐらいの野菜の大きさ。いただきます。うん、これはすごいね。セロリ、野菜不足の人もこれ食べたらもう一気に解決ですよ。カニがね、結構な量入ってますよね。うん、これはね、今厨房の方からくしゃみが聞こえてきましたけどね、おいしい。これはたまらないですよ。卵がね、美しいですよ。この野菜の量は他のお店ではありえない、この野菜の量ですよね。うん、やっぱカニはね、この箸で食べた方が美味しいですよ。うん、これは美味しいな。まあ、今回はプーカニのカレー炒め、うまい店厳選20店、もしかすると25店舗ぐらいになるかもしれないですけど、これはもうランクインしちゃいますよ。うん、カレーがね、あんまりこうガーってかかってないところもなかなかこう天ぷらっぽくて美味しいですよね、こういう感じが。うん、うん、サクサクしてますよ。まあ、タイ料理って辛いっていうイメージがあって、まあ、家族でね、来ないっていう人もいらっしゃるんですけれども、これはもう辛くないですから、子供さん連れてきて絶対に注文してほしい一品ですよね。うん、まあ、日本全国、タイ国内も含めていろんなカニカレーがあると思うんですけども、熱帯食堂さんのこのカニカレーはですね、野菜たっぷりのこの人参ですよ、野菜たっぷりのカニカレーっていう、ちょっとなんかこうキャッチフレーズになりますかね。これ絶対子供さんにいいと思いますよ。うん、
人参美味しいもんこれ、うん、で、時々はこうカニをね、うん、これニンニクかな、うん、当たりです、いいね、色からニンニク、うん、カニは半端なくね、すごい量入ってるんですよ、うん、プルサプルサ。